足のせるやつですよ、ね、でこう、はい、なんだろう、こう例えばお客さんがもう足すごい閉じちゃってて、うん、で動かしたい時に、うん、起きてるようだったらちょっと足広げてくださいとかは言えるんですけど、うん、寝てる方とかで足広げる時は見て持てば広がりますか、失礼しますってここと膝の下、あ、こうやって、うん、で持ち上げる、とうん、ガッて下まで入れて、で膝の下、膝のここまで手を入れて、で、よいしょって持ち上げる、持ち上げる、ちょっとこの時力がいるけど、グッとそう、で、ももが浮いてるかなって確認しながら少しずつ外に、うん、で、少し私がよくやるのはポンポンポンって持ってきます、ちょっと一回戻しますね、うん、自分も起こしながらこういう感じ、あまず、まず2センチぐらい、うん、ちょっと、うん、よいしょ、1回置く、でもう1回持ち上げて、もう1回2センチぐらい、よいしょ、そうそうそう、でも、もっと行ってほしいと、もう1回、よいしょ、うん、で、あ、これで、うん、いけるかなって感じです、で、座ってこういうことですよね、足を置くの、そう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 、よし、ほんとね、うん、そこまでいけない、そこまでいけない、後ろ引いて、あ、ちょっと、この辺になるか、この辺、あー、そこで、ちょっと、なんちゃダンス、前のあるけど、足開いてもいいかもしれない、そう、この間、すごい爆睡してる方で、うん、あ、すごい寝ちゃってて、でも足がそんな広がってなかったんですよ、で結構体格良くて、でこう一回やったんですけど、えどうしようってなったんですよ、でこう自分がこういろいろ動いて、結果なんかこういう感じになったんですよ、私なんかちょうどつま先が大事なところになったでもなんかこのポジション以外私分かんないとか思っちゃって、でもまあ寝てるからいっかとか思って、あ、こうすればいいのか、自分がはもう少し開いちゃって、こっちに、こうするメリットとしては、うん、ペットの幅より外にいるのね、うん、なんか逆に広げられるってこと、お疲れ様、ちょっといい、うん、思いっきり開いちゃって、ここに乗せてするってこともできる、なんか幅的に大きい人とか、はい、すごい昨日なんか一人でどうしようとか思ってでもなんかこう、なんかグッてできないの人はね、ちょっと重たいから、はい、ただ今みたいにちょっとずつ動かす感じ、それをずーって引っ張ろうとするとこの摩擦で、あの服とかが擦れるから動かしづらいんですよ、だからよいしょよいしょよいしょって3回ぐらいで動かしてあげた方が、あとここのお肉もあのオイルとかの場合はお肉がニューってなるから、あ、嫌です、ね、すると、うん、なので少し持ち上げてトントントンの方が親切、あ、寝てても、うん、それじゃ起きないとか、もう起きてもいいんじゃない、あ、起きてる、だったら足ぼかしますねって、うん、寝ててもこうやってあげてぼかしていく、うんうん、でも寝てるからってあの声かけちゃいけないわけではないと思うので、そうですね、でしょ、なんかするときは一言声かけた方が親切かなと思うし、この間それマリさんに教わっていびきかいてたんですよ、うん、でもいやちょっとここ一回確認したいなと思って声かけたら返事があったから、うん、あ